はい、どうも、ケイジです。今日もね、ロマサガーレースやっていきましょうということで、今日のね、午前4時から決戦島始まりましたんで、早速やっていきたいと思います。まずね、初級と2段かね、1級かなんかね、あったんで、やっていきましょう。今ちょうどね、ログイン終わった後に矢印出てて、決戦をやれと促してます。はい。じゃあね、やりましょう。一応編成はね、昨日の間に考えておいたので、やっていきたいと思います。さあさあ、どんな感じなんでしょうか。今ね、これまた、ある場所から撮影してますが、まあね、見てもらったらわかる通り、普段、なんかこれは、スキップ、スキップ。またゆっくり見よう。見れるかな？もう見れないかもしれないが。とりあえずね、バトルをやりたい。いざ決戦。そうね、5人のパーティーを3つ作って、まあ、それぞれのね、属性をついていくっていう感じ。おっと、これは合計スコア、未挑戦。確かね、こう、やり直しができて、何度も挑戦できて、最高得点を確か取って、交換所でアイテムを取っていくっていうような感じだった。ここで、強者の称号が2の段かな。ほんほんほん。なるほど、なるほど。裏能力をアップさせるためのアイテムと交換。あとは、まあ、ゴールドスタイルピースかな。よし、じゃあやっていきましょう。入場。ふんふん。なんか説明が多いぞ。これ後でちょっと見直そう。まあなんとなくだけど、わかる。52,346、17万。ニューレコード A。S ってあんのかな？まあとりあえずやっていきましょうか。まずは、残礼の井戸からやっていこうかな。パーティーセット。パーティーをセットする。残礼は組んであるんで、あれ？グループ1、2からしか選べない。あれ、俺グループ5に作ったんだけどな。グループ5に作っといたんだけど、こういう場合はどうしたらいいんだろうかね。ちょっとよく見えないな。井戸1の10。どういうことだろう。コピペ、井戸1の10ってなんだろう、これ。作ったパーティーではない。じゃ、コピペしてきたらいいか。とりあえず。どうしようかな。ここに、作った残礼のパーティーをコピペしようか。ちょっと、まさかの、選べるかと思ったけど、グループ1、2からしか選べない。え？マジで？作ってないんだけど、そうなってくると。じゃ、皆さん気をつけてくださいね。グループ1か2に作っておいた方がいいんで、そうかそうか。一回じゃあ、一回ちょっと戻ろう。一回戻って、作ったやつをね、グループ1、2にコピペしてこよう。ちょっとややこしいな、ほんと。皆さん気をつけてください。これ時間がかかるんで、グループ1か2に作っておきましょう。今ね、グループ5に作っといたんですよね。残礼。これを、持っていきましょう。グループ1と2のところにね。2の方に、じゃあ持っていきましょうか。どこに行こうか。せっかく作ったのにな、また上書きしないといけない。そうだね。まあ、カブと、どうしようか。ここに、コピペ。グループ5。の残礼。どれだ？残礼45。ちょっと待てよ。見えない。メガネ外そう。見えないわ。残熱。これだね。残礼45をコピーしよう。で、ここに、残熱だったかな？ちょっとこれでは手間取るな。まさかまさかの。残熱46ってやつね。これをコピーしておく。で、貼り付けておくね。反応しない。
30、11、これも消すか、しょうがないな。ここに、もう一個ね、最後作っておいた。まあ、もうややこしい。皆さん気をつけてください。時間かかるよ、これ。熱冷ってやつね。これを貼っておこう。オッケー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 。これで、これでいいと思う。時間かかった。じゃあもう一回、ここね、決戦島増えてますね、ここ。新しいとこね。はい、じゃあ行きましょう。入場。パーティーセット。残礼。グループ2。ここにあるはず。あるはずだろ？早くしてくれよ。あれ、ない。どうなってんの？ちょっと待って、わけわからんし。ちょっと待って、グループ1だった？なになになに？これ、でも編成しても、コピーしてもグループ1、2からしか選べないんじゃないのかな？あ、選べるわ。あれ、どうなってんの？とりあえず残礼をコピペする。ここでこっち側の入場してから編成して貼り付けないとダメなのか。あれ、貼り付いてない。なんでコピペができない。あ、できてる、できてるけど名前が変わってないのか。なるほど。じゃあこっちも編成しとこう。バイバン9っていうところに、あれ、さっきやったんだけどな。あれではダメなんだ。じゃあちょっと時間かかってる、ごめん。ここ削るわ。ちょっと待って、時間かかってる。もうこれね、はい、グスタフ8っていうところも変えておこう。結構混み合ってるのかな？時間かかんな、これ。よし、できた。これで OK ね。じゃあまずはこれをセットして、残熱の色パーティーセット、あ、一番上か、これか。あ、ね、残霊の色ね。これ出撃、これ行きましょう。手動でいきます。初級、初段クリアで次が解放ね。敵情報はいい、行きましょう。一応ね、手動で行ってみたいと思う。一応ね、高得点を狙わないといいアイテムがもらえないと思うので、得点制、ランクが決まるのかな。だから、手動で行きたい。しっかりと、狙っていきたいかな。スターラッシュ。梅開き。鋼鉄波。ダブルクラッシュ、エンヤ用意さ。まあまあ初級だから、初級だから一撃落ちか。なるほどね。じゃあまあ全力ボードでいいか。一旦全力ボードに。なんか燃えてんな、忍者。かっこいいな、新しい敵。燃え人。さあ、ここ清流も、とりあえずまあ全力ボードではぶっぱしてくれるはずだから全然問題ないね。無名剣連から言ってくれたのはありがたいかな。ダメージ量によって多分得点とかね、スコア決まると思うんで。さあ、どんな感じなんでしょうか。まだ初級ですね。勝利ボーナスが1万、痛めボーナスが5000。
気絶回数5000、行動回数、あ、少ない方がやっぱいいんだね。これで4万点、ニューレコード。で、これでランクは ?E! え、どういうこと?E なの ?OK、でも結構、あ、もっと出せってこと?オーバーキルじゃないわ、連携か。所持数300、結構もらったな、これ。144。赤もある。204。宝箱、最果ての秘宝、大を開くか、小を開くか。だよね。オッケー、受け取っておきましょう。4万点、ゲットかける16個。これどこまで見れないな。今のところ4万点か。なるほど。じゃあ、連携がうまいこと入れば、高得で狙えるってことか。そればっかりは運次第だからね。じゃあ、一応ね、これで、次、初段がクリアで2段、2段行ってみましょう。はい。で、一応ね、さっきと同じパーティーで2段も行ってみます。で、こんな感じでね、皆さんパーティー組んでもらって、得点狙って、報酬狙ってください。あとのね、下の、残熱とか熱で、これもね、こんな感じで、まあ、参考にしてもらえたらなと思います。一応ね、一番上の井戸ね、今やってるのは。あ、でもこれ2段でもすぐ落ちるな。まあ、でも効果力ダメージでいってるはずだから、無妙剣ね、気絶回数が1回2回。気絶回数って言ってもね、でも敵が倒れたら気絶になると思うし。さあ、水流。連携がないとやっぱダメージ伸びないってことだね。連携してくれ!どうだ?なかなか連携してくれないね。こればっかりはほんとしょうがないからね。最後は梅開き。さあ、これで。さっきは初段で4万スコアだったんで、これは何万スコアぐらいいくんだ ?2 の段で、これ2段。あらー、なるほど。7万5千。何が伸びた?行動回数ボーナス。あ、行動回数多い方がいいのかな?あ、でも、限界点が見えてるね。限界点が上限。行動回数4万。なるほど、なるほど。あ、ってことは、早く倒すよりも、時間かかった方がいいっていうことなのかな?行動回数10。どうだろうね。これはちょっともう一度再戦してみて、うん、見てみないと。さあ、D。あ、さっきの続きで伸びていく。おい、伸びる伸びる。7万5千。ジュールも55個。これ、でもさっきの4万点にプラスかな?どうだっただろう?ちょっとさっき、スコアね、もう一回ね、見直してみないと。どうなんだろう?プラスではないかな?これは2段だけのスコアなのかもしれませんが。ですね。はい、ということで、今ね、始まったばっかりなんで、決戦島やってみました。皆さんね、ぜひやる前にこの動画ね、KG の動画見てほしいなと思います。今回ね、ちょっとスマホからアップロードするんで、画像ちょっとあんまり加工できないんですけど、ぜひね、頑張ってほしいなと思います。はい、ということで、以上です。それでは皆さん頑張ってください。今日も一日頑張りましょう。バイバイ。工場のゲームズでした。